激務をこなす天皇陛下の秘められた使命。2019年、上皇陛下が天皇の位を生前に譲位され、平成の時代が終わりを告げました。天皇の生前退位は約200年ぶりの出来事であり、この歴史的瞬間に多くの注目が集まりましたね。天皇退位に際し、上皇陛下は高齢と健康上の理由により、天皇としての公務遂行が困難になったと述べられ、その多忙なスケジュールが話題となりました。今回は極めて忙しい天皇陛下の緻密なスケジュールの内容を皇室の歴史とともにお伝えします。2019年4月30日、上皇陛下が天皇の座を生前に譲位されました。これは江戸後期の119代光覚天皇以来およそ200年ぶりの出来事となり、この歴史的な日は国内外から大きな関心を集めました。近年、高齢などを理由に君主が自ら世代交代を決断する生前退位が海外の王室でも相次いでいます。2024年、デンマークでは83歳のマルグレーテ女王が長男のフレデリック皇太子に王位を譲りました。これはデンマークでは約900年ぶりのことで、世界中の注目を集めました。上皇陛下は生前退位について譲位される5年ほど前から周囲に意向を示されていたそうです。関係者は次のように語っています。上皇陛下は象徴としての役割を果たせるものが天皇の位にあるべきで、十分に務めが果たせなくなれば譲位すべきだとおっしゃっていました。その後、上皇陛下の退位が決定し、上皇陛下は次のようなお言葉を述べられました。即位から30年、これまでの天皇としての務めを国民への深い信頼と敬愛を持って全うできたことは幸せでした。象徴としての私を受け入れ支えてくださった国民に心からの感謝を申し上げます。明日から始まる新しい令和の時代が平和で実り大きいものとなることを皇后と共に心より願い、ここに我が国と世界の人々の安寧と幸せを祈ります。こうして平成の時代に幕が下りたのです。上皇陛下が退位された際、私たち国民の中には天皇陛下の過密なスケジュールを初めて知ったという方も多かったのではないでしょうか。私たちが皇族の方々をお見かけする機会はそれほど多くなく、公務などでメディアが報じるお姿を拝見する程度で、日常生活の詳細は明らかにされていません。天皇陛下がお住まいの場所は皇居と呼ばれていますが、皆さんはその歴史をご存知でしょうか。皇居はかつて徳川幕府の将軍が居住していた江戸城です。城というと立派な天守閣があるイメージがありますが、現在の皇居には天守閣は存在しません。以前は江戸城にも天守閣がありましたが、四代将軍の徳川家綱の治世時代、明暦の大火で消失してしまいました。明暦の大火は別名振袖火事とも呼ばれ、江戸の大半を焼き尽くした世界三大大火の一つとして知られています。しかし幕府は次のような方針を優先しました。天守閣の再建より被災者の救済と江戸の復興に力を注ぐべきだ。その後、天守閣は再建されないまま現代まで語り継がれています。この方針は徳川家光の異母弟である松平会津藩初代藩主の保科正幸が推進したものです。その後、長州藩と薩摩藩を中心とする新政府軍が江戸幕府の打倒を目指して江戸総攻撃を計画しました。ここで勝海舟が江戸を守ろうと西郷隆盛と3度にわたる会談を重ね、江戸城は無血開城となりました。なお、江戸は東京に改称されましたが、都を京都にするか東京または大阪とするか正式な発表がなかったそうです。そのため今でも東京に天皇さんを貸しているだけ、都は京都どすと主張する人もいるようですね。さて、新たな時代の指導者となった新政府でしたが、明治維新の影響で新しい首都を建設する資金が不足していました。さらに当初から進められていた北海道開発計画の実現を目指していた新政府は、交通の利便性や既存の施設を利用できることなどから東京を首都とすることを決めたのです。ちなみに当時の東京の住所は東京府でした。江戸城は千代田城とも呼ばれていたため、この周辺に千代田区という地名が付けられたと言われています。
皇居は1868年に江戸城から皇居という名称に改められましたが、1888年から1948年までは旧城や皇宮などとも呼ばれていました。第二次世界大戦後に旧城という呼称が廃止され、現在は皇居ザ・インペリアル・パレスと呼ばれています。現在も現役で使用されている唯一の城が皇居なのです。皇居の敷地内には江戸城旧西の丸に宮殿と宮内庁庁舎が位置しています。天皇ご一家がお住まいなのは江戸城の吹上という場所にある御所です。吹上は前述した明暦の大火の後に江戸各地に設けられた避暑地であったため、十分な敷地があり、ここに御所が建てられたのかもしれません。吹上大宮御所は昭和天皇がご存命の頃にお住まいだった場所です。宮殿は天皇陛下が国事行為や皇室行事などの儀式を行う施設で、全7棟の建物から構成されています。また宮中三殿は皇室の祖である天照大神を祀る賢所、歴代の天皇や皇族を祀る皇霊殿、天神智義を祀る神殿の3つの総称です。その他にも昭和天皇が研究に励まれた生物学研究所や蚕を育てるもみじ山御養蚕所なども存在し、広大な敷地に多くの施設が点在しています。なお上皇陛下は運転免許証更新のための高齢者講習に備えるため、試験場と同じコースを作られたそうです。次に皇族の戸籍についてお話しします。ご存知の方も多いと思いますが、皇族には戸籍や住民票が存在しません。戸籍に相当するものは皇統譜と呼ばれ、名字はなく名前のみが記録されています。現行の皇室典範では、女性皇族が結婚する場合皇籍を離れることが定められています。女性皇族が結婚される際は夫の戸籍に入ります。逆に一般女性が皇族と結婚される場合は戸籍から除籍されて皇統譜に記載されることになります。戸籍がないということは海外渡航に必須のパスポートが発行できないということです。しかし天皇陛下は各国の国家元首と同様にパスポートやビザなしでも入国が可能です。一方他の皇族の方々はパスポートの所持が必要なため、1回限りのパスポートが発行されるとのことです。例えば出入国の手続きの際には特別なカウンターが用意されるなど、一般の人々とは異なる特別な対応がなされます。また皇室の方々の離婚に関しては、皇室典範第14条に離婚した場合皇族の身分を離れると明記されています。そのため皇室の方々は離婚が可能ということになりますが、天皇陛下と皇太子は皇族の身分を離れられないという規定が別で存在しているため、離婚という行為自体が許されていないのです。さらに結婚のために皇族の身分を一度離れた女性皇族は離婚しても皇族に戻ることはできません。また天皇陛下には戸籍がないため、選挙権や非選挙権もなく刑罰を受けることもありません。このように一般市民が当然のように持っている権利が与えられておらず、皇族がいかに特殊な立場にあるかがお分かりいただけるのではないでしょうか。続いて天皇陛下のお買い物事情についてお話しします。以前は宮内庁御用達という看板がドラマなどで見られましたが、この御用達制度は昭和29年に廃止されました。それ以降宮内庁御用達の制度はなくなりましたが、特定のデパートや外商を利用されているのではないかと言われています。外商とはカタログが提供され、担当者が指定した商品を持参し、お客様が試着して購入するシステムです。公務などで着用される華やかなドレスやスーツはオートクチュールであることから高価なものと推測されます。そのためリメイクされたり着回しをされるなどして複数回使用されています。必要以上に着飾ることはなく、また日常の買い物は主に宮内庁生活協同組合で購入されることが多いそうです。結婚前の黒田清子さんが勤務先の山科鳥類研究所近くのスーパーで買い物をされていたという話もあります。愛子内親王殿下が GU やユニクロの服を着用されている写真が話題になりましたが、上皇后陛下がヒートテックは暖かいですねとおっしゃっていたという噂も聞かれます。開かれた皇室を目指す令和の皇室ですが、
以前より気軽に買い物ができる環境になってきたのかもしれません。さて、皇族の方々がどのような食事を召し上がっているかご存知でしょうか。一流の料理人やレストランシェフが皇居で料理を担当しているわけではなく、宮内庁の大膳下が食事を提供しています。侍医と相談して決められるというメニューは、栄養バランスを考慮して用意されるそうです。食材は皇室専用の御料牧場から調達されています。この牧場では牛乳や乳製品、羊や豚の加工品、鶏肉や卵など24種類の野菜が生産されています。加えて馬車用の馬なども同じ牧場で飼育されています。昭和天皇が特にお好みだったとして知られているのが、カルグルトという濃厚なヨーグルトに似た乳製品です。感染症などの影響を考慮し、一般の見学は禁止されていますが、静養などで皇族の方々が訪れた際にはメディアで報道されていますね。また御所には専用のキッチンも設置されており、そこでは皇后陛下が調理されることもあるそうです。皇后陛下はご結婚前に料理教室に通われていたとのことで、かなり料理がお上手だと言われています。本格的なスパイスカレーやラザニア、風呂吹き大根といった多様なジャンルの料理を楽しんでおられるようです。天皇ご一家の食事に関する有名なエピソードとして、カレーライスが挙げられます。山登りがお好きな天皇陛下が山荘で皇后陛下と休憩をされた際にもカレーライスが提供されたことはよく知られていますね。天皇陛下が学生時代には150円のうどんやラーメンを召し上がっていたそうです。またよく行かれる寿司店に皇后陛下とご来店の際には、イカやサーモン、アナゴといったネタがお好きだとお話しされていたとか、さらに上皇后陛下が作られたおにぎりを母の味と言いながら友人と楽しまれたというエピソードも伝えられています。こうした飾らないお姿は天皇陛下のお人柄を表していますね。おにぎりは日本人の国民食ですが、愛子内親王殿下がコンビニおにぎりに関心を持たれ、職員が様々な種類のコンビニおにぎりを購入してきたというエピソードもあります。ちなみに鮭とツナマヨネーズがお好みだったそうです。さて、そんな天皇陛下の日常ですが、休日は年に数日しかなく、非常に忙しい毎日を送っておられることが話題になっています。毎朝9時半に宮内庁の公用車が天皇陛下のお住まいである御所にお迎えに参ります。そして皇居内にある天皇執務室菊の間に到着されると、多くの書類に目を通されます。それらの書類の中でサインが必要なものにはお名前を記し、認証が必要な書類には認、採決した書類には可、確認した書類には欄の印を押されるそうです。内閣会議が開かれる毎週火曜日と金曜日は会議終了後に閣議書類が届くため、作業量も膨大になるといいます。御所にお戻りになって休憩を取られた後、午後2時から再び業務に戻られるとのことです。さらに残業が必要な場合は御所に持ち帰って作業を続けられるそうです。これだけでなく、天皇陛下の公務は非常に多岐にわたります。宮中で執り行われる新年祝賀や一般参賀、勲章親授式などに加え、地方にも足を運ばれ、全国植樹祭や文化祭などにご臨席されます。現地の関連施設なども視察され、休む間もなく次の公務へと向かわれます。また大規模な災害が発生した際には被災地に赴かれ、被災者や救援活動に従事する人々をいたわって励ます、被災地訪問を行います。さらに国際親善にも積極的に取り組んでおられます。外国からの賓客をもてなす御参会などの接遇に加え、自らも海外に渡られ、式典にご出席されることもあります。そして伝統文化の継承も天皇陛下が担う重要な役割の一つで、各種団体の総裁などをお務めになっています。上皇陛下が高齢と健康上の理由でご退位された背景もよく理解できるのではないでしょうか。さて、天皇陛下のお正月は私たち一般人とは全く異なり、特に多忙を極める時期です。特に国家と国民の安寧と繁栄を祈念することを目的とする新年の儀式は非常に重要な位置づけとされています。
新年に行われる四方拝という儀式は、天皇陛下のみが執り行うことができる、平安時代から続いているとされる、神聖な儀式です。宮内庁は、四方拝は、伊勢の神宮三陵、および四方の神々を遥拝する、年中最初の行事と説明しています。これは、皇居宮中三殿の西側にある、新華殿の庭で執り行われます。儀式は、午前5時30分から始まりますが、天皇陛下専用の装束に着替えられるなど、日の出前から祈りの準備に取り掛かられます。御用拝所と呼ばれる建物で儀式が行われますが、屋根と柱だけの構造で、壁や床板は設けられていません。内部には2層の屏風で囲まれた結界が設けられ、天皇陛下がお座りになる畳の御座のみが置かれている。まさにひすべしといった佇まいだそうです。屏風の一方は、天照大御神などを祀る、伊勢神宮のある西南の方角に開かれています。もう一方の屏風は、天皇陵など、皇室の先祖の墓所の方角が開かれているそうです。これ以降も、スケジュールは非常に緻密で、分刻みで組まれています。5時半に、四方拝を終えられ、5時40分に、再誕祭、そして、9時5分に、両陛下の祝賀、およびお祝いの拝が交わされます。9時30分には、晴れの午前、9時45分からは、祝賀行事が続きます。この午前には、お口祝として、のしあわびや昆布などが供されますが、天皇陛下が召し上がることはありません。ようやく朝食を召し上がる際には、御祝先漬けと呼ばれる、特別な料理が用意されるそうです。大膳下によって調理され、新年を祝う料理として、丸く伸ばした餅や、栗の煮物や、伊勢海老など、伝統的で豪華な食材が多く含まれています。また、抹茶に梅干しを入れたお福茶を飲まれますが、この食事の時間は、わずか15分ほどしかありません。10時からは、様々な祝賀の儀が執り行われ、11時から行われる祝賀の儀には、内閣総理大臣など、三権の長が列席します。その後も、宮内庁職員や、警察本部職員など、多くの人々と、新年の挨拶を交わされます。天皇陛下は、このような緻密なスケジュールで、分刻みで動かれているのです。伝統の継承に基づいて執り行われるこの行事は、非常に重要視されており、昭和天皇は、ご逝去の前年まで、この儀式を行われていたそうです。このように、一般的な年始とは全く異なり、天皇陛下の新年は、特別な行事が連日続くのです。さて、皇族の方々は、歌会始めにご出席されていますが、これは伝統文化の継承を象徴する重要な行事であることが伺えますね。また、日本の文学である和歌は、結婚に際して、お妃教育にも取り入れられているそうです。毎年異なる題が発表される、この歌会始めの儀は、鎌倉時代から続く伝統文化の一環として大切にされています。この和歌は一般の人々からも応募可能で、2024年1月は我がテーマでしたね。今年は 15,270 種もの応募があり、そのうち10種が選ばれました。最年長の応募者は88歳の男性、最年少は17歳の女子高校生と、幅広い年代の人々が日本の伝統に親しんでいることがわかります。また、農耕民族の国である日本を象徴するように、天皇陛下は、春には種まきをし、初夏には田植えをし、秋には収穫をされます。さらに、明治4年に始まった養蚕についても、歴代の皇后陛下が引き継いでおられ、日本在来品種の小石丸などを大切に育てられています。この慶祀は、歴史ある布地や絵巻物の復元に用いられるほど、高品質であることが認められており、非常に貴重な慶祀です。さて、このように多忙を極める皇族の方々ですが、夏季休暇などの時期になると、自然豊かな場所でご静養されます。昭和天皇は、生物学者として著書を出版するほど、熱心な研究者として知られていました。そのため、御用邸には、生物や植物の研究室が設けられており、ご静養中は、研究に没頭されていたそうです。また、上皇陛下は、ハゼの研究をされており、葉山御用邸では、水中に入って、カワウオを観察されていたとのことです。上皇后陛下との出会いは、軽井沢のテニスコートであったことは有名ですが、
上皇陛下はご静養中に一般国民や旧知の友人と交流されることもあったそうです。またご静養中も天皇陛下のもとに内閣の書類が届けられるそうで、完全に公務から離れるような環境はなく、年に数回しか休暇を取ることができません。常に国民のために尽くしておられる天皇陛下のお心遣いが伝わってくるのではないでしょうか。このエピソードについて海外から様々な反応が寄せられていますので、その一部をご紹介します。非常に忙しい毎日で大変そうですね。国民のために祈る時間を多く設けていると聞いたことがあります。献身的で国民に寄り添う姿に感銘を受けました。被災地で膝をつく王族は見たことがありません。日本人はこのような皇室を持っていてとても幸運だと思います。権力を振りかざすことなく謙虚な態度に感動しました。仕事とはいえ膨大な量ですね。健康に過ごされることを願っています。日本人を体現する素晴らしい天皇陛下だと思います。日本人の真面目さは天皇陛下の立ち振る舞いからも感じられます。以上、海外から寄せられた声の一部をご紹介しました。多忙なスケジュールをこなしながらも謙虚な姿勢で国民に寄り添われる天皇陛下を気遣う声が多く聞かれました。外国の人々が抱く日本人が真面目で穏やかという印象は、国際交流の場における天皇陛下のお姿から象徴されるものなのかもしれませんね。令和の時代が末永く続くことを願ってやみません。皇室から発せられた衝撃的な提言。皆さんは上皇様と近上天皇が次の天皇は愛子にとお考えになっていることをご存知でしょうか。現在の皇位継承順位は第1位が皇嗣の文仁親王、第2位が文仁親王のご子息の悠仁様、そして第3位が上皇様の弟君の正仁親王となっています。しかし皇位継承第2位の悠仁様は現在高校3年生であり、多くの国民が皇位継承問題に注目を寄せているのです。また国民の間では愛子様を次の天皇にという声が多く聞かれます。このことからもわかるように、皇位継承をめぐっては様々な課題があるのです。今回は皇位継承問題と上皇様のお言葉についてご紹介します。現在の皇室典範では皇位は皇統に属する男系男子が継承すると定められており、男系女子は天皇になることができません。そのため皇室典範が改正されない限り、皇統は秋篠宮家に移ることになるのです。そして文仁親王が天皇に即位し、悠仁様が皇太子となります。しかしこの即位には多くの疑問点があると指摘されているのです。まず皇位継承第1位の文仁親王がご自身の即位を望まれていないのではないかという憶測があります。実際に文仁親王は陛下の退位後には自分も高齢になっており、それから天皇になったとしても私には天皇の務めを果たすことができませんと述べられたという報道もありました。また徳島文理大学教授の八幡和夫さんも文仁親王は即位を拒否される可能性があるのではないでしょうかと語っています。そして文仁親王の皇嗣殿下という肩書きについて誤解がありますが、皇太子と同格の称号になります。ただ皇位継承第1位ですが、近上天皇より5歳お若いだけなので、近上天皇から悠仁様に直接天皇を継承するという可能性もあるのです。実はかつてベルギーで今の日本の皇室と同様の状況がありました。ボードワン国王が即位されている時のことでしたが、先ほど話した可能性と同じようなものが議論されたのです。しかしボードワン国王が若くして亡くなられたので、弟のアルベール2世が即位されました。このようなこともあるので、皇位継承については両睨みで準備するべきだと思いますとも述べています。このように八幡さんは文仁親王が即位を拒否された場合、ご子息の悠仁様に直接皇位継承されるべきという見解を示しています。しかし国民の間では文仁親王と悠仁様には皇位継承するべきではないというような声も上がっているのです。その他にも、旧宮家は78年も一般人だったのだから、旧宮家の男子復帰は絶対に認められない、女性宮家が創設されるのであれば女性宮家は
天皇になられる可能性のある愛子さまだけ、佳子さまを含めた他の女性宮家はありえない。悠仁さまが学問優秀と言われているが、証拠がなければ納得できないといった批判的な意見が多く聞かれるのです。現在、国会では皇室典範の改正について議論が進められています。今後、愛子さまが天皇に即位することを可能にする皇室典範の改正が望ましいのではないでしょうか。そもそも男系、女系という考え方自体が時代にそぐわないのではと疑問を抱きます。天皇家の私的事項であるならば良いのですが、憲法で天皇は国民の総意に基づく地位と定められていることから、伝統も時代とともに国民の望む形に変化していかなければ、天皇制は存続できないでしょう。そして天皇の地位は伝統だけでなく、天皇の振る舞いによって国民の尊崇の念を集められる存在でなければ、継続することはできません。多くの国民が愛子さまに尊崇の念を抱いている一方、秋篠宮家は次期天皇としてふさわしくないと考えている国民も多いのです。このように多くの人々が、今上天皇と雅子さまの直系長子である愛子さまこそ、次の天皇にふさわしいと思っている状況の中、皇室研究者の高森明則さんは、今上天皇や上皇さま、そして文仁親王が揃って、次の天皇は愛子にというお考えを共有されていますと語っています。この他にも実は興味深い事実があります。それは上皇様と今上天皇、文仁親王の三者会談がスタートして1年余りが過ぎた2013年6月12日に、漫画家の小林義則さんが当時の宮内庁長官だった風岡範之さんに呼び出されていたということです。ちなみに小林さんは2009年6月に天皇論、2010年3月には昭和天皇論、2010年12月には新天皇論を次々に刊行されており、女性天皇や女系天皇を認めるべきだという立場を明確にしてきた人物です。そんな小林さんに宮内庁長官が接触を求めてきただけでも衝撃的な出来事なのですが、さらに風岡長官は美智子様が小林さんに宛てた直々のメッセージを託されていたのです。美智子様は慎重かつ大胆に、誤解の余地のない周到な工夫を施しながら小林さんにメッセージをお伝えになりました。そしてこのメッセージは小林さんが打ち出した方向性を後押しするものだったのです。実は小林さんは宮内庁から連絡を受けた際、作品内容について苦情を言われるのではないかと危惧していたそうです。しかし実際には小林さんの考えを肯定するものだったのです。このことから皇位継承をめぐる核心部分について三者の合意が成立していることが伝わってきますね。もし三者の間に合意が形成されていなければ、美智子様が独断でこのようなリスクを伴う対外的な行動に出ることはないでしょう。つまり三者会談に陪席していた宮内庁長官という公的なルートを介して小林さんに届けられたメッセージの内容は、上皇様と今上天皇、そして文仁親王の合意を踏まえたものだったということがわかります。そして美智子様の思い切った行動の背景には、上皇様のご同意あるいはご指示があったのでしょう。上皇様はこの出来事の後、国民に向けてビデオメッセージを発表され、ご上位への希望と皇位の安定継承への願いを表明されました。皇位の安定継承のためには、一夫一婦制の下で男系男子のみが天皇になることができるという時代にそぐわない皇位継承ルールを速やかに改正することが不可欠なのです。その改正が実現すれば、直系長子の原則皇室典範第2条によって、次の天皇は愛子さまということになります。そして平成の時代、上皇さまはゆくゆくは愛子に天皇になってもらいたい、しかし自分も長く元気でいられるわけではないのだから、速やかに議論を進めてほしいのだと述べられていました。またある宮内庁関係者は、悠仁さまが成年に達する時期に合わせて、今上天皇と上皇さま、そして文仁親王が揃って、次の天皇は愛子にと共同声明を発表する可能性が高いと語っています。秋篠宮家が即位を拒否され、愛子さまの即位が確定するということになれば、秋篠宮家は敗着ということになります。しかし中には、
皇位継承は政治問題だから、天皇を含めた皇族の方々は発言するべきではないという声も上がっているのです。ところが、平成の時代には、上皇様がお構いなしに、自分の意見をビデオで発信されています。この先例がある以上、すでに歴史上に例のある女性天皇を認めることについて、何の違和感も覚えませんね。そして実は、政府内で愛子様を将来の天皇として、推す動きが出ているのです。これは、女性天皇を認める、大きな一歩となるかもしれません。もし愛子様が天皇になることができたら、それは歴史的な出来事であり、多くの国民の支持を集めることができるのではないかと予想されます。しかし、このような変化は、皇室の伝統にとって、大きな挑戦となるのです。そして紀子様は、悠仁さまが天皇になることを強く望んでいます。これは、母親としての願いでもあり、皇位が、男系男子だけに限られていたという伝統を守る、という考えから来ているのではないでしょうか。そして、現在の皇室典範通りに、男系男子が天皇になるという意見と、皇室典範を改正して、女性女系天皇を認めるという意見で分かれています。特に、愛子様は、高い教養と品格をお持ちであり、国民からの支持も厚いです。そのような素晴らしい女性皇族がいらっしゃる今、国民だけでなく、世界中の人々から、女性天皇を望む声が上がっているのです。そして、政府内部では、愛子様を将来の天皇にするための動きが活発になってきていることが報じられています。この動きには、女性の社会進出や、ジェンダーレスという、大きな社会的な潮流も影響していると考えられているのです。皇室典範改正の議論は、2006年、小泉純一郎首相の下で始まりましたが、当時は結論が出ず、棚上げされました。その後、長い間、この問題は表面化することはありませんでした。しかし昨年、岸田文雄首相が、再びこの問題について言及したのです。そして、女性皇族の皇位継承を含む、皇室典範の改正を進める意向を明らかにしました。この発言により、国会でもこの問題が積極的に議論されるようになったのです。岸田首相の提案を受け、現在政府は、各政党や有識者からの意見を集め、どのように皇室典範を改正するかを検討しています。皇室典範改正が実現されれば、愛子様が初の女性天皇として即位する可能性が出てくるのです。もちろん、このような変革には賛否両論があります。皇室の伝統を重んじ、今まで通り男系男子が継承するべきだと主張する声も上がっているのです。しかし、多くの国民は新しい時代とともに、皇室も変わるべきだと考えています。そして、岸田首相も、多くの国民と同様の見解を持っていると言われているのです。岸田首相は、自らの政権下での重要な法改正の一つとして、皇室典範の改正を推進しています。この改正には、皇室典範の問題だけでなく、女性皇族の地位向上も含まれているのです。しかし、政治的には、この法改正は、非常に難しい問題です。なぜなら、天皇をはじめとした皇族の方々は、日本の象徴であり、その動向は、国民の感情に直結するからです。そして、岸田首相は、日本の伝統的な価値観を尊重しながらも、現代の多様性や、平等といった価値観を取り入れることを目指していると考えられているのです。女性の社会進出が進んでいる現代において、女性天皇の誕生は、新しい時代の到来を象徴するものとして、多くの国民に支持される可能性が高いとされています。しかし、政府内では、この法改正について、様々な意見が出されているのです。保守派からは、伝統を重んじる声が上がっている一方、進歩的な改革を求める声も上がっています。岸田首相は、このようなバランスを取りながら、皇室典範改正の方向性を固めつつ、この問題に対する国民の理解を深めることも重視しているのです。そして、この法改正に向けた動きとして、公聴会の開催や専門家委員会の設置が進められており、世界中から注目を集めています。国際社会は、日本の皇室典範の改正がどのように進んでいくのかを見守っており、日本の伝統と近代性のバランスに興味を示す国も多いのです。もし女性天皇が誕生するということになれば、世界中に大きな影響を与えることになるでしょう。
しかし現在の皇室では悠仁さまの継承を支持する紀子さまと女性天皇としての期待が高まる愛子さまの支持者との間で対立が生じています。この対立は単なる家族内の問題ではなく国の象徴としての皇室の将来に大きな影響を及ぼすものなのです。そして様々なメディアがこの問題を取り上げており多くの反応が寄せられています。特に若い世代や女性の間では女性天皇の導入に対する支持が高いとされているそうです。これはジェンダーレスや多様性の尊重が広く受け入れられているからではないかと分析されています。そして社会的議論は皇室典範改正についての国会の動きとも連動しているのです。そのため積極的な国民の参加と情報提供が求められているのですね。天皇をはじめとした皇室の方々は日本の象徴として古くからの伝統を守りながら現代の要求に応える方法を模索しています。そして皇室の存在は単なる歴史的な遺産ではなく日本を象徴する存在でありその役割は国民のアイデンティティの形成に不可欠なのです。しかし時代の変化とともにその役割にも新しい変化が求められています。伝統を守ることと現代的な価値観を尊重することの間で皇室は非常に難しいバランスを保つことが必要とされているのです。例えば公務において国内外の重要な儀式や行事に参加することで国の一体感を示しています。そしてこのことに関して多くの国民が関心を寄せ皇室の活動が国民にどのような影響を与えているかが注目されているのです。また現代の皇室が直面している最大の課題の一つとして女性皇族の扱いと女性皇族の公的な役割が挙げられます。現在女性皇族は結婚後に皇室を離れることになっていますがこのルールによって皇族の人数は減少し将来の皇位継承に影響を及ぼす可能性があるとされているのです。そのためこの問題に対する現代的な解決策が求められており法的な措置だけでなく文化的な改革も必要とされています。また公的な役割においては皇室は教育や文化の振興だけでなく社会福祉の推進など様々な活動を通じて社会に貢献しています。このような活動は皇室が現代社会において関連性を持ち続けるための重要な手段であると言えるのです。特に若い世代の皇族の方々にはこのような分野での活躍が期待されています。そして今後皇室がどのように変化していくかは国民の期待と意見に大きく左右されると言っても過言ではありません。簡単に情報を集めることができるようになった現代だからこそ皇室と国民の距離が縮まり皇室に対する理解と支持が深まることが望まれているのです。また皇位継承において教育は非常に重要な役割を果たしています。特に皇位継承権を持つ皇族は国内外の公務に備え幅広い教育を受けるのです。愛子さまや悠仁さまが受けてこられた教育は彼らが将来国民の模範となり国を象徴する存在としての役割を果たすための準備と言えるのではないでしょうか。そして皇室は日本の象徴として尊敬されているのですが時には否定的な注目を集めることもあるのです。かつて皇室メンバーを標的とした脅迫事件や公務を妨害しようとする行為が発生しています。これらの事件は単に皇室個人への脅威にとどまらず国全体の安定に影響を与える可能性があるのです。公的な問題としてこれらの事件は国民の間で大きな関心を呼び治安への懸念にもつながります。その他にも皇室への威力業務妨害事件はメディアによって大きく報道され国民の皇室に対する認識にも大きな影響を及ぼすことがあるのです。このような事件が報道されることで皇室への同情的な意見が増える一方でセキュリティの問題や皇室の方々のプライバシーに対する懸念が高まることもあります。そしてこのような事件に対する政府と警察の対応は非常に慎重でなければならないのです。さらに皇室への威力業務妨害事件に関しては世界中から注目を集めることが多く日本の国際的なイメージにも大きな影響を及ぼします。日本がどのようにこのような問題に対処しているかは
世界中の国々との外交関係における評価の一部ともなり得るのではないでしょうか。このように皇室は多くの重要な課題に直面しています。今後皇室や政府がどのように動いていくのか注目が集まっていますね。今回ご紹介したことについて海外から多くの声が寄せられているので、その一部をご紹介します。次の天皇は愛子さま以外に考えられないと思うよ。愛子さまなら国民だけでなく世界中から認められると思うね。愛子さまが天皇として即位されなければ日本の未来を維持することは難しいのではないだろうか。最近の愛子さまの立ち振る舞いや発言から、初の女性天皇になるために生まれてこられた方なのだなと感じるよ。ぜひ愛子さまを次の天皇に、天皇皇后両陛下の直系である愛子さまこそ継承するのが望ましいね。愛子さまは世界のどこの国に行っても歓迎されると思うよ。日本はイギリスの王室を参考にしてもいいのではないだろうか。天皇の長子であっても女性だからという理由で天皇になれないのはおかしなことだ。愛子さまが次の天皇になることを全世界の人々が願っているよ。次の天皇は愛子さま以外にいないだろう。そして次の天皇は愛子にと3人で発表することには大いに賛成だよ。政府は一刻も早く結論を出すべきだといった声が多く寄せられました。皇位継承についてはやはり国民の総意を大切にするべきです。岸田首相をはじめとした政府の方々はしっかりと国民の声に耳を傾けてほしいですね。そして世界中の人々から次の天皇にと言われている愛子さまは天皇にふさわしい品格をお持ちです。そんな愛子さまが初の女性天皇として即位される日を願っています。今回はここまでです。この動画が良かったら高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。皆さんの意見や感想もコメント欄でお待ちしております。そして皆さんの応援が励みになります。また次回の動画でお会いしましょう。